はい、どうもこんにちは、ティアさんです。今回、ニュータンガンロンパー V3 コラボの UR 枠、赤松楓使っていこうと思います。さあ、来ました。なんか、今一瞬、音符もう出してなかったかな、手に持ってるやつ。すごい。あー、音符出てる。何これ。まあ、今回 UR 衣装ということで、携帯品はなかったんだけど、なんか衣装だけでなんか、エフェクトすごい出てる。あー、しかも見て、あ、しかも見て。この走り方、ダンロン女子の走り方してる。ダンロン女子、あー、普通にそっちから来るんかーい。しかもクソキツ。モノクマじゃん。これ絶対ガチャ引いてきたぜ。はいはい、うまいよ。モノクマ来たって、モノクマから逃げ切らなきゃやべえ。さあ、とりあえず逃げていくんだけど、まぁ、今回汽車ということで、このカメラ、ちょっとわかりづらいんだけど、このカメラが、なんか、ピアノっぽくなってました。素晴らしい。はい、こっち。あ、なに何やるね。これ激渋だな。これ激渋チェイスポジ。入ってる。どうしようかな。これ加速用で使ってもいいか。足早で。足早で使おう。おいー、しかも。あれな、今、足跡なんか全然違う音出なかった。そこ止まるんかい。マジかよ。じゃあ一発起用して、離れよう。これはね、ですね、簡単に言うと、めちゃくちゃきついっす。記者、そもそも、まあ、記者というキャラクターをですね、まあ、弾丸論破から始めた方は見てくれるかもしれないんですけど、まあ、このモノクマ、まあ、やっぱこの、ね、弾丸論破のキャラクターたちを、まあ、たくさん苦しめてきた、キャラクター、ちゃんとね、モノクマ、これキャラ相性的にきついっす。ただこれ、めっちゃ距離取れるぞ。何気持ちいい抜け方してくるね。やばい。なんとかしていきたい。あ、神崎あ、最悪マジかよ。今板倒したら相打ちするかもなーと思って、後倒ししようと思ったら、普通に食らっちゃったわ。突っ込み行っちゃった、自分で。まあいいや。いや、まあ、まあ1台上がってるか、まあまあこんなもんか、記者。まあ今回、危機一発持ちで相性激渋ボンボン相手に、まあまあまあ、いいんじゃないですか。オッケー。いや、どうしよっかな、これ。でも、今回ね、使っていく赤松楓衣装にはいろんな秘密があるっぽくて、なんかね、至るとこで、ちびモノクマたちが出てくるらしい。マジで。なんかね、いろんなモノクマが出てくるらしいよ。それをね、お見せしたいんですけど、多分、俺は、ざっと一覧見た感じ、全部を動画の試合中に行える自信がなかったので、ちょっと後でカスタム行ってみようかなと、思います。あ、ナイス！これ、救助成功できるわ。ナイスナイス。いいよ。で、しかもおもちゃも大きいってくる。いた！しかもあれじゃん！ちょっと待って！ナイス、ナイスおもちゃ。ナイス？これ飛んで、はい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 。ただ、救助の時に特大爆弾置いてあったから、まあ、よくやったら最高だな。なよ。まあ仕方ない。これ炭鉱の方によって炭鉱粘着が無理かな。でも、あと1秒で死ぬわ。ああ、まあまあまあ。次今これ炭鉱のとこに寄れといたから、この後炭鉱粘着もらっていんない生えたらワンチャンぐらいかな。で、ここがおもちゃ。で、おもちゃがもう1個ワンチャン設置してくれたら、あるぞこれ、別に。暗号機残り3台。で、相性傭兵とかも上がりかけでしょ。で、強ポジ。強ポジがラスト引きすぎ。強ポジとここは暗号機。まあ、救助のタイミングだから、おもちゃと、炭鉱向こうが行ってんのか。なるほどね。できればこっち側に来てほしいな。はいはいはい。炭鉱来ないんだったらダブル救助でワンチャン伸ばそう作戦か。いや、でもこれ俺の負担でかいな。今回ピア効果も入ってないから、救助後に足が速くなるっていう人格あるんだけど、それが採用されてないのはちょっとまずい。いや、何度しても超高校級のピアニストとして脱出したいんだ俺は。ナイスでかい。これ伸びるかも。あそこ板残ってるよね。はい、大丈夫。オッケー。まあ今回記者ということで、これ伸びるな。普通に普段アリス記者って結構大人な女性じゃん。ただそんな記者を使いながら JK を使えるっていうね、まあ大人な女性が好きか。あ、今落下中にさ、モノクマ出なかった。今しれっとモノクマいたよね。なんか目の前にいきなり現れたんだけど、どこ行った。あー、そっちから来てる。なるほど、そういう感じか。まあなので、まあJK が好きな方は本当にこの衣装を使えますね。まあ俺はあれですよ。決して JK が好きで使ってるわけじゃなくて、まああくまでね、もう仕方なくですよ。まあ動画としてね、みんなにお伝えしなきゃいけないから、決して JK が使いたいから使ってるわけではないです。あ、しかもこれ、ダンロンコラボ勢揃いじゃん。え、しかも傭兵も、そうだったよ、コマイトだったよね。炭鉱も日向くんだし。よくよく見てみたら、全員ダンロンコラボだわ。よくよく考えたら。いや、でもこれ、ナイスタケチンだな。あそこのおもちゃのジャンプ台でマジ世界変わった。ここラストだけど、ここラストだけど、ちょっとこのね、残り2割はね、守り切られちゃうね。そう、向こう側でおもちゃ新規回してもらって。やべや、これ一応保険で。救助、ミスった時の保険。あ、やばいやばい、助けて。俺だけ死んだら困る。あ、助けて。俺も日向くんに一生ついていこう。助けてー。まあ、最近、ブーンストの、で、ブンストコラボっていうね、まあ、強力なライバルが出現したことによって、ひなたくん採用とか、なかなか見なくなったけど。やっぱ、ダンロン来ると見るね、ひなたくん。いいわ、久々に見えて嬉しい。
まあ、向こう守るんだったらしっかり負傷しきらずにもうちゃんと立て直しで一人厚掛けして、でおもちゃの新規頑張ってもらって、で相手補給してってやれば勝てるはず。あ、なんかおもちゃ降ってきた。マジで素敵やったな、これ。あ、やばいかもこれ。すいません、これまずい。これ一旦さ、傭兵と一緒に来ない。うん、これ形のいい通電したいから、俺が飛びだから俺が近場で追われて即ダウンだけはしたくないんだよな。近くで悪魔でいて、で救助が行ける形がないようにしたい。オッケーオッケー、いいよ。これめっちゃいい、めっちゃいい。これ無傷救助成功する。なんなら、はい、神通電。あ、すいません。ここからいい形だったら、あー、俺終われないか。終われないんだったらちょっと話変わるな。ただちょっとチェイスしてる傭兵が向こうのゲートの方に寄ってしまったんで、こっち側逃げていこう。まだ見えてないよ、この赤松さんに隠されたものたち。ものたち。なんかあったかな。今じゃん、落下ぐらいしか見えてないぞ。なんかね、噂によると、ロッカーでもなんかなるらしい。すごくないですか。それをね、うん、この試合も無理だね、うん。見に行くことなさそうなんで、まぁ、ちょっと、カスタム行って、いろいろ見てみようかなと思います。大丈夫か、向こうはめちゃくちゃゲート開けてる。まぁ、傭兵も開くな。傭兵開いて、あの距離感だったら間に合うんじゃないか。おもちゃ、あ、おもちゃこっち来た。ナイス。なんかめっちゃ構えてる。あれ、もしかして俺が捨てた、注射器だ。注射器持ってきてくれた。わ、いいな。これちょっといつか、第3弾まで来たから、最強コラボ編成とか組みたいな。さあやっていきましょう。とりあえず検証ということで、走っていきますか。真ん中のね、ロッカーゾーンに向かっていこうか。このさ、走るさ、人が変わったらめっちゃ良かったんだけどな。さあ入りますよ、皆さん。どのように変わるのでしょうか。モーションが変わるとかなのかな。さあ開けると、わあ、なんか中から出てきた。そんな感じなの。あ、一緒に出てきた。しかもなんかイリュージョンしてる。入った時は違うモノクマが出てきていた。なんてこった。これ解読上げ切った、なんかあるとかある。触った時は、触った時なんもないな。さあ暗号機上がりますよ。この瞬間にモノクマが出てくるのか。出てこない。出てこなかった。あー、なるほどね。板倒しとかその辺とかないのかな。さあ、あ、なんか今、井上のが今いたな。なんかちょっと球場はね、俺期待してるよ。ワンチャンモノクマが一緒になんかやって、ハンターの視界の邪魔とかしてくんない。球場のシーンでなんかちょっと視界邪魔してくれる気だったら最強の衣装になったりするんだけど、さすがいないか。一旦ちょっと自分で触ってみるか。さあ、触りますと、あ、待って、なんか今、ちょっとなんか今一緒にいた？いるよね。いるけど、ちょっと待って。ハスター、邪魔すぎ。こっちおいで。はい、こっちおいで。あなたはそこで待っといてもらって、いきますよ。椅子の右側。あ、なんか出た。あ、なんか触るごとになんか変わってる。おいおい、マジかよ。モノクマガチャ、これ椅子でできんのか。今日の運勢は、ピンク。ピンクが出たあなたは恋愛運がいいでしょう。そんな椅子ガチャもできるかもしれない。かわいいな。モノクマ、一歳級変化。うん、これめちゃくちゃおもろいやん。待てよ、待って。これはシャッター救助は自分以外のこれ救助だったら出る。あ、出てる。一緒にこれさ、椅子のさ、もがいてなんか、わちゃわちゃやって手伝ってくるのめっちゃいいな、これ。あ、板倒しても、あ、やっぱ出てきた。なんか、出てくる方向さっきと違ってたな。まあ、こんな感じがありますよ、といった感じで。あ、思ったより色々あるわ。今回は、UR 衣装の赤松変えて使ってみたんですけど、皆さんどうだったでしょうか。これが可愛いな。これはマジで、実践で使うかはわからんけど、まあ、でもさ、大根っていろんな遊び方あるじゃん。なんか恋愛戦みたいなのあるじゃん。あれとかで、あ、しかもこれハイタッチもあるじゃん。その恋愛戦とか、なんかその衣装でなんかモテないあるんでしょ。その、こんな可愛い見た目でロッカー入った瞬間に可愛い妹モノクマとか出てくるんだったら、その辺の特殊遊びしてる方はすごいいいんじゃないですか。まあという感じで、もこの辺がね、新エモートということで、今日赤松変えて使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。